おはようございます、ピエトラです。はい、すっかり冬になりました。皆さん来年の春に向けての準備は進んでいらっしゃいますでしょうか。私もこんな感じで土の準備しております。あとはあれですね、来年の春の新苗の予約がまた始まっておりますが、そちらも、いくつか、はい、というわけで、今日は実はですね、情報共有とか、いつも あのこういうことがあったよっていう報告ではないんですよ。私の推し活になります。なので、途中でもちろんこの動画切ってもらっても構いません。私の推し活がなんか興味あるなって思ってくださる方はぜひ最後までご覧ください。はい、って言ってもですね、来年の新苗の話なんですよね。まあね、こちらアルバセミプレーナなんですけれども、この夏にですね、夏バテをした後どうにも調子が悪くって、枝の調子がねもうこんな感じで、はい、夏バテをした後こう調子が悪くって元気がねないんですよね。で、この調子だと多分冬越しが難しいんじゃないかなと思いました。で、今の時期なら来年のこの、ね、新苗を選ぶのにとてもいい時期なので、それなら私の推しのギタリストのギターに書いてあるあのペイントのあれが欲しいって思ったわけです。で、今回のサムネになりました。こちらサムネにもあった私の推しのギターになります。ですね、こちらご本人がラフデザインを書いてそれに基づいて描かれたグラフィックペイントっていうことが音楽雑誌に書いてありましたので、ちゃんとした絵っていうよりも本当にイメージ画だと思います。でも何をイメージしたかぐらいは、まあ、見ればわかるかなと思って、こんな感じです。はい、あとはですね、ご本人のイメージっていうのも私の中にもちろんあるので、それがこのイラストから想像してくるところにこう加味していくのはもちろんあるので、まあ、ご本人様こちらでございます。というわけで、改めてこのイラストを見てみますと、ですね、ご本人のイメージからすると私はつるバラだと思っていたのですが、よくよく寄って見てみるとこれクレマチスかって思う箇所もいくつかございまして、まあね、先ほども言いましたけど、ご本人のイメージ画なのでって悩んで、クレマチスとバラと両方買うことにしました。はい、ただですね、色が多分白なので、白ということでクレマチスもバラも選ぶことにしました。まずクレマチスの方ですね。クレマチスも、つる植物の女王っていうだけあってとっても素晴らしく綺麗で豪華でいい感じのやつを選びたいと思います。で、白で八重でということで、検索して選んでみました。はい、そして買ったのがこちらになります。この時期でも売っててくれたんですよ。よかったよかった。クレマチス
スはね、寒さに当てた方が来年の春よく咲くので、これはこの後植えていこうと思います。バラの方なんですけれども、イラストの感じからして、まあ、原種か原種に近いやつのつるバラかなと思いましたので、私原種系を買うときにはこちらのサイトを利用させていただいております。こちらで検索させていただいて、はい、選んだのはこちらになります。はい、白のオールド系、香りも強く、はい、イメージ通りかと思います。はい、こちらはですね、まだ今注文状態ですので、届いたらまた皆さんにご報告、それから植え替えしていきたいと思います。はい、そんなわけで今日は私の推し活をご紹介いたしました。はい、はい、愛用音楽が私はとても好きで、昔からバンドを見に行っております。はい、ね、花を選ぶときに誰かをこうイメージしながら選ぶっていうのも、まあ、いいかなと思います。はい、では今日はこの辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。